出番の少ない楽器はございませんか大久保管楽器店では皆様からの買い取りをお待ちしております。高く買わせていただきます。ね。はい。どうですかはピタリです。<laughs> はい。<laughs> こんにちは。大久保管楽器店。 リペアの菊池ですこんにちは菊池さんはいおはようございますおはようございます以前トランペットのウォーターキーのコルク交換の動画を撮ったと思うんですけどはいはいやりましたねはいあれありがたいことに多くの方に見ていただいて結構はいなんか反応もあったみたいねそうですねであのちょっと他の作業を見てみたいとああ菊池さん他のも見せてよとそうですねなんかなかなかプロのリペアの作業なんか見せらんないよって言いたくもなりそうですけどはいただまああの見たいという声を いっぱいいただいたので今回この動画を撮ってます。ってことは今日何か見せちゃう。はい、そうですね。ほうほうほほ。どんな作業で。はい。まあ先ほどお話ししたように以前渡木の転覆交換やって、中村さんが抜き差し管の調整の動画をあ<ー>、はい、上げてましたね。やりましたね。はい、はいはいあれまだいじってないところあるんじゃないと。あ、結局的にまだあるだろうと。はい ここですよここピストンピストンはいパタパタのねパタパタはいここの高さの調整をピストンの高さ調整高さ調整をお今日見せちゃう はい、トランペットって、はいまあ、トランペットに限らずこのピストンがついてる楽器ってんんこのピストンを使って息の通るところを動かしながら音を変えていくものなんですねでこの高さ調整何が大事かっていうとピストンの高さが合わないと穴の位置がずれちゃって吹いた時水槽管に影響が出ちゃうんですねへえー、あなるほどね、はい、ちょっとね今あの軽くピストンの仕組みをお見せするんですがはい、はいはい、そういうのが自バラしてるみたいな <laughs> <laughs> はい、ピストン、はい、このようになってます。パタパタパタ動かすことによって見えますか、これ。これね、は,いはい、はい、はい。だ、このピストンのこの穴と、はい、この、えー、トランペットの穴との兼ね合いがあるわけですね。そうです。それがどこ通るかっていうので。はい。 はい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 でこの穴の位置がずれちゃうと水素管に影響が出ちゃうなるほどやっぱりその段差があるとその段差によってその息の流れが止まるまではいかないですけどスムーズにいかなかったりそういうことによってピッチのずれですとか吹いた時になんかちょっと引っかかるような何かがあるなっていう吹きづらいなと思ったりねそういう吹きづらさにつながるはい。それって能面テでずっと楽器を使ってるとずれちゃうもんなんですか やっぱりこの高さってフェルトとかあのゴムですとかそういった消耗品でやってるのでなるほどやっぱり時間が経つとだんだん潰れてきちゃってじゃ艦隊自体の歪みだなんだだけではなくて消耗パーツ、はいはい、経年劣化で高さが変わってきちゃったりとか。 ってことは定期的に高さ見た方がいいってことですかそうですねはいえじゃあこれ中古品久保監さん入るわけでしょそうですえじゃあこれ高さ調整どんぐらいの頻度でやるんですかえもう全部の楽器やってるやってます100本入ったら100本全部やってますそれは菊池くんがやっている普段僕がやってますなるほどねはい全部やってるんですねそうなんですなるほどじゃあその中古の管楽器整備する上ではすごく大事な作業そうですそれを見せちゃうとそれを見せ これ動画内で収まるんですか？もう大変そう。パフンパフとやって。<laughs> はいはいはい。はい。まあ、まずこちらですね。はい。 フェルトそこに入ってるんですか？ここのフェルトはピストンを離した時、開放時の高さを決めるものです。<laughs> はいで、次こちらトップキャップって言うんですけど、ここにも<う>これはあのバックのゴムが入ってます。な<ー>はい、るほどね、これは黒い部分ですね。はい、ピストンを押した時の高さを決めるものですね。<laughs> はいで、こちらを組み立てまして。 これで装着完了ですはいはい、はい、で押した時の高さは先ほどお見せしたようにここから見ることができるんですけどじゃあこれ目視で確認しながらはい中のフェルト、はい、高さどうやって見るかというとそうだよねじ、はい、じゃじゃん <laughs> あらこれはこれなんかあのどこかで見たことあるんじゃないですかはい歯医者さんそうです <laughs> <laughs> 歯医者さんのよく使う鏡を加工してこれ加工してますねはい削りました本来丸いやつ本来丸いですはいでその状態だとここ入らないのでなるほどこれ菊池くんがトランペットの中を見るためにはい加工しましたピストン調整用鏡ですすごいですねはいで見方なんですけどこの鏡をスーッと入れましてちょっと見えるかなあおおなるほどね あ、隣のピストンに鏡と光を入れて、はい、高さを見てあげると。へー これズレがないいかをチェックしてっていう、はい、そうそですなるほどね。っていうので3本調整していきます。ははいはい、はいはい、最初にこの真ん中の2番ピストンっていうんですけど、はい、ここをやった理由はまあ一番見やすいところっていうのでう最初にそこをやってあげるとなんか基準が作りやすいのでそこからやるようにまず2番を作ってはいそこから両サイド合わせていくみたいなそう,ですそうです。で、えっと、こっちはこの穴からはいはい。はい まあこれ中まではもうねカメラではちょっと限界がありますが先ほどと同じようにこちらの中も確認。はい、はいはい どうですか、ずれはピタリです。これもフェルト変えたやつね、そうです、じゃあ、これで合うだろうという感じで、今、組んでみて、これでずれてたら、もう少し厚いものですとか、薄いものに、あなるほどね、加工するというよりかは、それに合わせてフェルトを変えてあげる、そんなに種類あるんだ。あります。こんんなにあるです すごいね厚さ書いてるんですけど 2.5mm でもう少し衛い 2mm とか今ここにないんですけど0.5刻みで薄くしていったものありますごいねこれやっぱりメーカー別でも変わってきたりするんですかそうですでこちらなんですけど今の中のね高さ調整に使ったフェルトこれ当店のオリジナルのえオリジナルこれそうなの そうなんです本来のこのバッグの純正ってこういうものなんですけどちょっと違い分かりますかああのね、はい、厚みというか、はい、その密度この久保寛さんの方が硬さが感じるというか、はい、でバッグの方が少し何こう柔らかく見えるね、はい、そうですねこれあのまあ対馬、はい、さんの推理通りあ当たり、はい、当店のオリジナルはあの圧縮フェルトへ当てちゃった ええ、<laughs> <laughs> 圧縮フェルト。圧縮フェルト。はい,はい。で、と、まあ、違いとしては、そのまあ、バックの方は圧縮されたね、普通のフェルトなんですけど。はいはい、すごい硬いので、タッチ感がしっかりするのと。ああ、久保の方はね。はい。ほんほん あとそのやっぱり最初の方にお話しした経年劣化によって潰れてくるっていうのがこっちら圧縮フェルトだと結構何ですか長持ちするああ <ー S 2>、はい、まあまあまあこう硬い方が長く強そうって感じがするよねへたってきにくそうそうなんですここのフェルトってオイルがやっぱり使ってくと染みてきちゃうのでやっぱりへたるのがちょっと早い,はい、はい。<laughs> ですけど、これすごい長持ちする。はい,はい、はい、当店のオリジナルフェルトです。なるほどね。はい、これはやっぱフェルトの質もこだわる方っていうのがいらっしゃる。いらっしゃいますね。あなるほどね。はい、そういうところでバリエーションを設けて。はい。あとちょっとあのご紹介ちょっと当店のこだわりなんですけど、はい、見てくださいこの。あら。 はいこちらですねこのカラーのベルト、うん、とてあの中古の楽器の専門店ということで、はい、やっぱりヴィンテージの楽器とか結構多く入ってくるんですけどす、ね、はいヴィンテージの楽器のオリジナルってこういうカラーのものが多いで、ねはい、あんですねはいででも見えない部分だよね、はい、開けるとってことで,しょですよはいまあヴィンテージのねオリジナルにあの限りなく近づけるようにする。うん こういうあなるほど、まあ、消耗パーツだから、はい、いくらヴィンテージといえどもこの辺を変えないわけにはいかない、はい、けどもせっかく変えるんであればはい元に近い状態で、えー、こここれれれは何オオリジナルこれもオリジジナナルルですえかんオリジナルで作ったやつはいすごいねそこまでやっているのはやっぱあらゆる年代のあらゆる楽器が入る専門店だからこそじゃないですか <laughs> そうです すはいおそらくここまで準備してるところ他の楽器店さんじゃないんじゃないかないじゃあこれもちょっとね間に合う心をくすぐるというかそうですね安心して買える要素でもあるかもねそこまで考えてくれてるというそうですというわけではいピストンの高さ調整をじゃあこれもう終わっちゃったんですか終わりましたこれは もう大体このぐらいの厚みのフェルトを使えば合うよなっていう目論みがあって入れるからもううう合っちゃうみたいな、はいはい、そうですね、まあ、メーカーによっては一応そのどのくらいの厚さっていうのが決まってはいるんですが個体座によって多少のズレがやっぱり出てきちゃうものがあるので。 そしたたらまあ入れ替えりううでですっていのメーカーごとに高さは決まってますけどやっぱり一本一本ちょっと高さの方はしっかり見ていって微調整をしながらこのメーカーはこれだからこれ入れとけばいいだろうって言ってそのまま交換はするけどちゃんと見ないってパターンも世の中にあり得るよねはいそれをちゃんと一本一本見てますぞと見てますちゃんと合わせてますよとさすがでございますありがとうございます 中身までこだわって。<laughs> はい、まあ、あの、責任を持って、店頭に並んでる楽器も全部調整してますので。はい,はい、はい、素晴らしいです。ぜひ、ぜひ、ご来店いただいて、手に取っていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 大久保管楽器店は新大久保駅目の前 TC 楽器の3階です。お気軽にお立ち寄りください。